千面四48端の一つ、玉すだれの滝。崖からの湧水が滝になって流れ落ちる千面側は、タラ山系の北西側斜面を流れ、大村湾へ注ぐに急下線である。流域は、長崎県東そのぎ町に属する。火山性の大地をえぐって、渓谷を刻み、北のそのぎ側よりも険しい侵食地形を形成する。上流部の四道線は、 自然継承地として知られ、田良岳県立自然公園の一部に指定されている。東その議長、大村市、佐賀県嬉野市にまたがる田良山系の群岳、目山、国見岳を水源とする。原流部は深い谷を刻んで西へ流れるが、ほどなく遠目里の大地、大野原の南部に出る。大野原では、森林、原野の間に、棚田、茶畑、 陸上自衛隊大野原演習場などがある。大野原から西へ流れ、大村湾岸の線面へ流れ落ちるまでに、約5キロメートルにわたって険しい V 字国の渓谷が続く。ここは、滝と淵が連続し、周辺の玄武岩室の崖や植生などとともに、自然継承地として知られる。江戸時代末期の高下2年に、大村藩主の大村順賢が、文語の受学者、 広瀬丹僧を堂々してこの渓谷を訪れ、K48 の滝や淵にそれぞれ、玉すだれの滝、この羽生浮きなどの名前を付けて、千面 K48 丹と命名したと伝えられる。四道線は、もともと渓谷の奥にある滝の一つに付けられた名前だが、渓谷の総称としてもよく用いられる。昭和27年に林道や各施設が建設され、 観光地として開発が進んだ。夏に涼みに来る観光客をはじめ、春の新緑や秋の紅葉といった四季の変化も見どころとされている。下流域は幅の狭い洗上地があり、北から支流の塩鶴川が合流する。ここには田畑が広がり、大村湾に注ぐ河口部に千面の住宅地と千面漁港がある。千面は長崎街道の宿場。 千面宿としての歴史があり、人形浄瑠璃も伝えられている。また、川では、内水面漁業共同組合が組織されていて、うなぎやユフの葉や木ズガニが漁獲される。ただし、木ズガニは、禁漁中である。ありがとうございます。